リトルナイトメア2。はい、ソニーザラシです。今回は前回やってましたリトルナイトメアの続編でありますリトルナイトメア2のデモ版を遊んでいこうと思います。発売はまだですね。はい、では早速ニューゲームやっていきましょう。今回どういった話なんでしょうか。ナイトメア1の時は、まあ主人公があんなことになっちゃいましたけど、今回同じ主人公ではないはずなんですけどね。この雰囲気いいよね。今回 PC 版をコントローラーで遊んでおります。まあ今回も闇の表現というか、おっと、なんかこのスタンド見たことあるな。まあ気のせいか。はい、では今回はこのダン、おっと、なんかいたよね。まあいいやこの紙袋くんが主人公っぽいよね。まずいよね。いや、まだまだまだです、はい。ではテレビから出てきた感じはあったが、今回さ、デモ版はどこまで遊べるんでしょう。ジャンプに掴む操作はまあ一緒だよな。はいはい、ハエの音が聞こえますね。なんだ、俺は今闇の粒子に囲まれている。いうこともしてみたいけど、まああんま関係ないか。基本的には横スクロールダッシュがこれは変わんないよね。よし、これは開くのか、いや乗るのか。あー乗るな。うんうんうん。でこれは掴んで開くと。はいはい、ここら辺の操作感はいつも通りだが、どうやってしゃがむんだっけ。 LT キラークイーン第3の爆弾、はい、似てねえんだよ。ゴールドエクスペリエンス、はい、おっと何かありますね。靴だな。なんだなんだこれは。雑に捨ててやんな。おいおい、ピュー。はい、遊びはそこまでだ。だいぶたかってますね。この世界観を説明しない説明もいいよね。まあ察してねみたいな。俺は落ちるフラグか。はい、どうやったら大丈夫か。よいしょ、よいしょ、頑張れ頑張れ。結構ハエ湧きすぎたんだよな。もうなんだこれ。ああー捕獲完了という夢を見たんだと。はい、まあ歴史としては罠ですね。気をつけましょう。でいやほら、はい、さこっち向きにこけるやん。ほらほら、何がほらなんかわからんが、まあ、こういう回避の仕方もあるよね。では行きましょう。だからなんだという話なんだが、これは押してみよう。でなんならちょっと引いてみようか。よいし
懐かしいね。ピンピン流しながらやってた。あれは、俺は流してはないんだけど、流れてるのを流したっていうのがでかいんだが。何を言ってるんだ。しゃがむか、これ。はい、ゆっくり出ましょう。走りましょう。これ普通にさ、間に合った。間に合ってねえんかいや。走るんだ。走れ。あの岩よりも早く。うーし。まったこんなことして。あんなもん落ちてきたら恐ろしいよな。あの上はまだ行けないよな、多分。まだブンブン言ってるし。あっちには行けないよな。はい、まずあの上に行かなきゃいけないので、あっちから行けるか。ここから登れないか。登れない。戻れない。んどうすりゃいいんだ。早速積んできたぞ。あ、ここ入れるのか。なるほど、いい森の利用の仕方だ。はい、オッケー。神プレイ。そして回す。そして回すんだ。どうせ時間制限で上がってくんだろう。その通り。その通り。竹本ピアノ。え？いや、これは。奇跡のダイブ。ええかい。という夢を見たんだが、どうすればいいんだ。何かあったか、こっちに。何もないぜ。ん、どうすればいいんだ。リアル、あ、これか。紐があるぞ。ああ、普通の檻だ。はいはい、なるほど。いつも通りここは登っていけそうだ。俺、この登ることすら怖いわね。怖いわね。こう雰囲気で説明してる感じいいよね、本当に。あれは罠と見たな。不潔に言わずば、孤女を得ず。罠じゃなかった。落ち葉が実は落とし穴でっていう予想してたんだけど。全然違ったね。これは罠ではないか？でも、紐張ってないよね。まあ普通にビクったね、今。そうなっても思ってなかったわ。いや、どうせ何も気にやろうと思ってたんだけど。まさか、ファインプレイするなんてな。いいぞ、紙袋。うい。さあ、なんだ。お墓っぽいよね、これ。抜けねえかな。いや、お墓じゃない！これは、罠だ！おい。危ない危ない。本当に刺さるとこやったわ。罠ですね、トラバサミ。どこのデッドバイデイライトかと言いたくなるが。あ、ここ頑張って。開けた感があるね。うえ、取るんかい。おー、行くんかい。あ、で、ここに。えい！うえ、どんなんやねん。これに挟まったら罠どころじゃねえよな。罠やけど、捕獲目的じゃないよね。うい。
落ち葉落ち葉、なんかカラカラ聞こえるぞ。俺は石橋を叩いて渡れ。オッケー、やばい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 、ゴコンボタドンっつってね、そんな時もありました。あ、まずもっくり、こんにちは。さあ高さが足りないがね、キャンプもそうそうしたいところだが、おいおい、3コンボ4コンボ、すげえ怖えんだが、あるんだろ、よし、これでなんとかなりそうだね。あそこになんあるけど、まああそこはなんとかなりそう。えいっ、よし、あぶねえ、あぶねえ、死ぬことかやったね。葉っぱが空に浮いているが、まあそれはいいとして、よし、いやーハラハラしたね。さあ次は何か家が見えてきたが、まあ、明らかにこのね罠というか、まあ、持ち主というか、まあ、作り手だよね。作り手、いい感じに言ってんじゃねえ。さあ、まあ、入り口マッチなんであっちから行くのが常識だが、常識通り行こうか。どうせあそこは開かないだろう、まあ、こっから入るよね。目的がわからんよねこいつの。すさあ見覚えのある感じてきたな。よくあるキッチン、タバコは吸ってる、夜間は熱々、熱いのかな、熱くない、なぜか持つ、なぜか置く、人の家の冷蔵庫を勝手に開いてはいけません。だいぶ冷房効率の悪い冷蔵庫ですね。はいはいはい、ではここ開いてますね、ちょっと行ってみましょうね。はい、うんうんうん、なんだ、先にこっちが気になるところだな。いや先に来てはいけなかったのでは、こっちは。まあいいだろう、とりあえず武器は拾っとくか。取れ、頑張れ、あれ、そうか、チート武器はダメか。なんだこの曲は、何か誰かいるね。あれは手回しのオルゴールだろうか、手回しのオルゴール、まあ、とりあえずあそこに行きたいよね多分ね、話的には。こっち見に行くか、路線は間違えてなかったか、これだな、よいしょ、おー、どこの殺人鬼やねん、カラ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 、まあ助けに行くよ、いやー、神の一撃、神の一撃、さあほら、こんにちは、こんにちは、どこかな、出てくるんかい、怖かねえぜ、俺と一緒に来るんだ、何、なんでお前紙袋かぶってんの、今更だけど。さあ子供がどこかに行っちゃいましたね。これろうそく、お、なんだ、なぜか遊びたがるお年頃ですね。これはこんなんで遊びやがってよ。よく見てみると
どうやらだいぶこの場所に監禁されてたみたいだね。もう1ヶ月以上は。まあ、1日だとしたらね、あの傷が。いた気配がしますね。追いかけましょう。おお、どこに行くんだい？とりあえず左でも見に行くか。なんかすげえ嫌な音するけど。なんだ、何を拾った？帽子？ああ、そういうこと？帽子を今回は装備品として、あ、これ帽子なんだ。帽子なんだな。なんか震えてんな。おお。いいね。ちょっとアップできねえんだが。お？あ、見て見て。普通に顔あるわ。ちょスポットライトに当てよう。夜のスポットライト。俺はこの大地に降り立つ！よし。俺か私か知らんが、私っぽいけど。なんだ？家主の靴はでかい。マスクの帽子だっけよね。ああ、いいね。収集要素あるって。面白い。お前か？これは相当、お前も俺の家族だみたいな感じだよね。いやいやいや。まあ人形、盲目なのかな？あ、ごめん。で、足の裏怪我したらイボになるからね、気をつけようね。お前すげえ逃げてくな。おお、俺は手伝わんぞ、バーカ。お前まず俺と和解するべきなんだよ。一緒じゃねえか。あ、それは確信に触れてしまった。おい、まあ、散々逃げといて。散々逃げといて、お前。それは都合が良すぎんか。おい。まず、わびろ、わびろ、わびろ！俺の声にゲームも止まってしまったぞ、今。持ち上げてもらう？何を言ってるんだ？俺が自分で取れるぞ、あんな。はい、ごめんなさい。では、行きましょう。なかなかこう、コンビプレイですね。なあ、絶対やばいと思うんだが。早く行こう。早く行くぞ。何やってんだ。早く行くぞ。おい。何やってんだ。早く行くぞ。上見るの。お前、まさか俺の。ズボン履いてたっけ。ズボン履いてたわ。さあ。屋根裏部屋に来たな。仮面がある。あれ欲しいな。あれダメかな。よいしょ。で、あー、なるほど。ごめんな。これ押すんだわ。手伝ってくれ。えい、ナイス。行くぞ。あの鍵、あれを取ろう。なぜあそこに鍵を置いたのか、それは聞いてはいけないと思うな。さあ、滑車があってって感じだから、あー、どうにかして、やばい、動けない。ねえ、挟まってしまったわ。どうすりゃいいんだろう。何かないよね。普通に人がぶら下がってるのは何なんだろう。何もないな。戻る必要があるのか。多分そのクランクみたいなやつが必要っぽいんだが、この下は通れない。何？あ、
はあ、そんなことするのかい？違った、こっちやったわ。三角飛びじゃなかったね。三角飛びじゃなかったね。はい、言い直しました。いや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 、どうしてクランクを持って寝落ちした？そう来ると思ったよ、俺は。とりあえずもらっとこうか。取れるか。取れそう、取れそう。俺の手に振動が今来ている。あれ、人形やった。人形でしたね。人形か、今回。なんか人形がテーマになってそうだよね。とりあえず矢探ししてから拾っていきましょう。持っていくぜ。よう、その体勢で歩けるな、お前。結構辛いよ。辛いよ。何？階段を登ったと思ったら、階段を降りていた。つって。さて。痛えな。お前、自分の手柄のように拾った。お前が回せよ。え？乗るってか？わかったわかった。三角飛びだ！なぜ降りた？ああ、それでいいのか。牛鍵ゲッチュー。なんだ？キーブレードみたいに入れたね。よいしょ。結構この体験版なのに長いよね。じゃあな。もう一回閉めれんかな。そして奴は再び閉じ込められる。よし、開いたよ。外です。でもこのまま抜けていけそうだね。おっと、先生、足跡ですね。どうも、私が横たわれば同じぐらいの大きさぐらいですね。果たして何センチかわかんないが、ここは。実は川屋に行ってるとか、そういう可能性はない。とりあえず行きます。まだ新しい。さて。すごい音聞こえるわ。どうやって行こう。あ、また押すんか。押してくれ、はい、棒。これ以上は無理か。はい、よし、お前も来い。どうやら怪我は職員。お、いつの間に手をつなぐことを覚えた。うえ、ごめん、C ね。毛皮ですね。なめしてんかな、今。いるね。いるね、ダルサラーム。さあ、こいつの後ろをゆっくり通りますよ。しかし、障害物が何もない。このままでは、やられる。何してんだか、本当によ。あ、あ、こっちだ、あ、こっちか。おいおいおい、開かねえぞ。しかし、手にこの振動は確かに伝わっている。パスだ。開いてくれ。つか、手伝え、お前。お前、手伝わんのかい。おお、どうすんだよ、これが。おい、どうなってんだ。
俺は。いやいや、それはおかしいんじゃないか。あいつさ、ちょっともうちょっと手伝えよ。そういうとこやぞ。さて、どうやって行くの？なんでバレたんだろう、さっき。走ってしまったからか。いや、でもあの奥のやつ押してしまったからっていうのはあるよね。一発避けれたっていうのはなんだ。あ、押せばいいんかい。うわー、しゃねー。おい、逃げるぞ。走れ。あー、俺を置いていくな。なぜお前が先にいる。逃げろ。あ、そこに隠れるってことだけね。いけいけ、次だ。いけいけ、次だ。それむしろ危険じゃねえか。よし。あいつリロードが早い。今のいいね。よかがめ、お前ちょっと頭出てっぞ。やつのランタンは俺たちを捉えていない。動くな。まだだ、まだ動くな。おい、どこに行くんだ。お前案外勇気あるな。こっちにおいで。その手を俺は取る。俺が引っ張るのか。しゃがめ。あのカラス、罠にしか思えない。あっ、バレてない。いや、なぜバレてない。完全に映っただろう。いや、緊張感あるね。こういうステルスゲー好きよ俺。あの穴だ。まだバレてない。今だ。いけ、オープンガン。うわー、あいつエイムが早すぎる。まだバレてない。さあどうすっかい。そっちに行ってからの方がいいな。次のターンで行こう。次のターンで行こう。はい、行くぞ。走れ。うわあ、Thank you for playing. 急にプレイングだから、あれ懐かしの趣味だな。はい、というわけで、リトルナイトメア2、予約受付中でございます。面白いね。こうなんか引き込まれていくゲームってやっぱ面白いね。はい。では、後ろから見ている、なんかね、レーンショットガンみたいなの作ってくる。はい、では、あ、ごめん、デモ。ということで、また、製品が出たら、時間見つけてやろうと思います。それでは皆さん、またね。